グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。雑草に悩まされず快適なお庭へ大変身。お客様から連絡をもらって見に行ったらすごいことになっていました。雑草取りは大変でしたが一気に見晴らしが良くなりました。お庭全体の雑草を抜いてほらこの通りすっきりです。雑草の中に紛れてお庭に既存の結晶平板があったので再利用していきます。黄色い糸は水糸と言いますがどんどん糸に合わせて平板を張っています。デザインに合わせて市松柄になるよう色分けをして職人さんが貼ってくれます。大きな神社ではこのビリジャリーという種類がよく巻いてあります。既存の縁側と水道はそのまま動かさず活用しました。今までお庭にあった使えるエクステリアはそのまま活用できるようにご提案しています。人工のグリーンをお客様が用意されたのでフェンスへ設置しました。近隣からの視線を気にすることなく思う存分テラスでビールが飲めます。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。